皆さん、ごきげんよう。先回あの「般若神経」の現代語訳をご紹介いたしましたね。それで、えー、もちろんあのこのシリーズは「阿言経」の説明ですから、えーまあ、特別編は別としてまた元の「阿言経」に戻ればいいんですけれども一、えー、回だけ、えー、せっかく「般若神経」をご紹介したもんですから、えー、その「阿言経」におけるお釈迦様の教えと「 それから般若心が解く空の教えですね。これが同一、えー、戦場にはないんだというお話をしましたそれをまあ元にしましてそれじゃあ阿ご教の教えで生きるということと般若信仰の教えを元にして、えー、まあ自分の生活を形作るということの違いはどこに表れてくるのかというまあ現実面でのね 2、えー、つの経典をもとにした我々の生き方の違いについて簡単にご紹介をしておく必要があると思いますので今回ちょっとそのお話をしようと思っております。えゴ、ー、ン教の教えと「般若心経、えー」前回の現代語訳をお聞きになった方はもうすぐお分かりと思うんですが「えー、般若心経」は前半部分で多くのものを無である それはないのであると言って否定し続けますね。「無現二美絶身いい」とかね「無四季昇降民俗法」というふうに何々はない「何々はない」「何々はない」というふうに否定をしていくわけですがその否定する対象は何を否定するのかというとこれは阿言教の中で、えー、お釈迦様の教えとして一番古いお釈迦様の教えとして古いというのはまあお釈迦様に一番近い。 教えとして語られるなな事柄なんですねそれを般若心仰は否定していくわけですね。でそれをまあ用語、まあ、ですが術語で言いますと「五運これ四「四季十宗行四季」「六根」これが「元二尾絶心意」「六経」というのは「四季小公美即法」そして「六四季」というのは「元四季会」から「意識会」までの六四季界で十二四縁二」というのは「 あの無名行式名識、六書と続いていく十二の連鎖それから次第というのが空十滅銅これみんな般若信仰の前半部分でそれはないのであるというふうに否定されていましたね。それから最後にその知恵ですね知はないし知によって、えー、涅槃を獲得することもないのであるというふうに、えー、否定をしていきました。 でこの否定されている対象はゴ言教の中においてはゴ言教の中ではですねこれは全て肯定要素としてそれはあるのだというふうに言われているわけでここにそのゴ言教と般若心教とが真っ向対立する要素が見えるわけなんですね。それをこの赤文字でまとめておきましたがゴ言教では、えー、これら今挙げたようなものが全て真のあり方なのであると言って説かれているのに対して般若心経では「 これらは仮のあり方であるとあの全否定大間違いというわけではなくてそういう考え方があったとしてもその奥底には根底にはさらに上にあの高次元の真理つまり空という真理が実は存在しているのであるというのがこれが「般若信仰」の立場でしたね。そそここまでででよろしいすすれねこの2つのつ立場を どのように我々がこう、えー、理解するというかな構造を捉えるかということなんですがこんなふうですね。えっ、ー、と両者つまり阿言教の教えと般若信仰の教えを単純に並べて比較するというようなことはしないでください。えー、これはつまり例えばですねこんなふうに考えるんです。お釈迦様が 言教ももいいたたし、般若神も説いたんだとで。両方一人の人が解いたんだからどちらかが本当の意味で解いたのでどちらかはまあ入門編で、えー、レベルの低いものとして解いたんだとだから比べてみれば明らかに「般若心経の方が「あごん峡」の上に立っているわけだから般若心経が正しくて「言教はまあごん峡」は入門編。 初心者向けのまだまだ本格的ではない教えなんだというそういう見方をしないでくださいと言ってるんですね。これは昔の仏教のお坊さんたちはみんなこの考え方をやったわけです。こういうふうに考えたわけです。そうしてあの前の阿彌教は古くてまあ、劣った教えであって、そして後から後からというかあの大乗仏教の般若心経などの大乗経典の方が 優れた経典なのであるというふうに理解したんですがこの考え方の間違いはどこにあるかというと歴史的背景をこここに考慮していないといなととうですつまり全てを一つの平面上に並べてどれがいいでしょうかさあ選んでくださいというそういう見方をしているところにこの考え方の大きな落とし穴があるわけなんですね。でそれを防ぐために一番大事なことはここの赤文字で書いておきましたが。 こ,のこういったいくつかの複数の経典が存在している時のその歴史的背景つまりどのような時間軸上に乗ってこの経典が出てきたのかということを必ず理解しなければなりません。でそ,のそれは何をあの今のゴン教と般若信仰について言えばどうなるかというとまずゴン教というものが成立していたんですね。そそれが仏教世界ののものだったわけです そこへ後の、誰か分かりませんけれども後の人たちがいやそれでは不十分なのであるという自分たちの考え方を主張するために前にあった阿言教を否定する形で般若信仰を作ってきたんだとこのように成立の順番がちゃんと決まっていて、えー、あの前にあったものを前提としながら次のものが生み出されてくるというこういう 歴史プロセスを必ず理解しななければなりません。これを間違えますともう無茶苦茶になります仏教はね。そしてもうあの、えー、全てを一,一律に並べてそして私はこれがいいですだからこれがお釈迦様の教えですというふうな歴史性を無視した、えー、まあ何て言うかなあ独断的なあの教えにあの思考に陥る。でこの最終 最終的な形は何かというと自分が信じているものだけを信じて他者を劣ったものとして排除するというそういう排他性が出てくるんですね。これがいわゆる仏教闘争宗教闘闘争争宗のととにななっていくといくうことなんですでそういうあの間違ったものの見方を何て言うかな避けるためにはもう何をおいてもこの歴史的背景というものを我々は常に念頭に置かねばならんということですね。 で般若信仰というのは阿言教を前提として成立した経典なのであるということをもうくれぐれもあの理解しておいていただきたいと思います。さてそれでですからそれはそれぞれにそれぞれの世界で。 これが正しいと思った人たちが自分たちの主張を唱えているものなんだというそういう見方が必要なんですねどれか一つが正しくて他は全部間違いだから捨てねばならないというような考え方はくれぐれも持たないでいただきたいと思うんですねそれで釈迦の教え、これアゴン教ですアゴン教に基づくと我々のあの仏教というものは我々に何を を教えてくれることになるのかと。顎に調に基づく、我々の生き方はどうなるかということですが、これはもうあのずっとここでこう。この講義でもお話をしてまいりました。けれども、も、えー、ともかく、自分というものを観察していく。自己というものを知っていくということが何より大切なあの道であります。そして、自分というものを正しく見ることができたならば。 その自分が見えた時に初めてどこをどのように変えていけば心の苦しみが消えていくのかということが初めてわかりますね。まあ、言ってみればあの、えー、自動車が故障して走らなくなった時にねまずどう,やったどうするかって言ったらまず自動車というものの構造が分かってなければ直しようがない。 で構造が分かった時にどこがどう壊れているのでこの自動車は走らないのだということが初めてわかるそしてその故障した場所壊れた場所を修理するとその車は走り出すというようなそういうあの、まあ、変な例えですけどもそれを自分というものに置き換えて考えるこれが釈迦の教えによる修行の道なんですね。でえー、そしして自自分分で正しく自分を、まあ ししていしていいいくく修理とうことができるこれが唯一唯一正しく走り出すための道なんだとまあそりゃそうですわね。で、えー、従ってその道を正しく進むために必要なのは何かというと最後に書いてありましたが、えー、現実的な知力ですもうとにかく正しく観察し正しく理解し正しく治すというこの「知」。 我々のののの知恵を使っったこの力が全ててり所になっていくのであるとでこれ別の言い方しますと外の誰かに頼んでこの車を外のパワーで直してくださいというようなねなんか念力みたいなもんでねそういう話は絶対にそこには含まれないということなんですね。自分で自分が知を磨きその知恵によって自分を直していくというそういう道になっているわけなんです。そこまででよろしいですか ですからその道を進みたいと願う人たちは当然ですが阿言教におけるお釈迦様の教えをもとにして生きていくということになるわけなんですね。それに対して「般若信仰」だとどうなるかということなんですがこれ「般若信仰」って言ってますけれどもこれはあの般若教というジャンルを代表させて言っている話であって別に般若信仰だけの話じゃありません。 般若の空の思想というもの全体について、今申し上げているというふうに理解しておいてくださいね。で、この般若信領に基づく生き方ですと、どうなるかと言いますと、修行によって自己を変えるという、いわゆるアゴン教が我々に教えてくれる生き方は、ある意味非常に困難な道でもあります。 長い修練ととそして特別な生活スタイルを必要すするわけですだからみんな出家してお坊さんになるわけですがそういう意味ではある,ある意味そういう状況に身を置ける人置くことのできる人だけの道だとも言えますね。でしかしながら般若信仰はどういうかというとその修行によって自分を変えるという困難な道を 歩めない人たちつまり普通の暮らしの中でしがらみにとらわれながら日常の暮らしをせざるを得ない心の中では例えば出家したいと思っていても現実はそうはいかないんだというわけで、えー、その日常の暮らしに縛られざるを得ないような人たちであってもというんですであってもその奥にその奥にというのは我々の日常の暮らしの奥に超越的真理がある。 あの自分では気が付かないわからなかったけれども実はこの世には奥底にひ、まあ、一言で言うと空ですよ空という特別な神秘的真理があるという確信を持ちます。でそれを持つことによって日常の生活の中でも悟りを目指して生きることができるようになるんだななぜならばおお釈迦様ののっっししゃった阿言教の中には修行をして あの自分の煩悩を消していく以外には自分を救済する自分で自分を救う道はないんだとおっしゃいましたがその教えを半若神尼は前半で否定したでしょ無だと。でそ,そ,れそうじゃないんだその奥に実は我々も気が付かない真究極の真理があるんだというのが半若神尼の教えですからそれを信じるということはあのお釈迦様がおっしゃった「 お釈迦っていうかゴン教が説いている「自分の力だけで自分を改良する以外に道はない」というその教えの奥に実はまだ深い教えがあるんだからその「空」という世界を信じることによって自分で自分を変えることのできないような困難な立場にいる者にさえも悟りの道は開けていくんだという何て言うか。 新たな道が開けていく可能性を我々に、えー、教えてくれるわけですこれが般若信仰の特性なんですねもっと言うと般若教ジャンルが持っている特性なんですそうしますとそれを信じることによって我々は日常の生活の中でも悟りを目指して生きることができるんだという新たな悟りへのおその希望とそして、えー、道順がですね道筋が見えてくるわけです ただしこの「般若信仰」で一つ条件があります。それは何かというと空という未知の概念を確信信すするこれ信仰心が必要ですなぜならば我々は「空」というような世界を見たこともないし感じたこともないその「空」というものは言葉では記号として聞いていますけれどもその「空」というものがどういうものかということは説明してもらったこともないわけです。しかしかそれははあるのだと実は こののの世界の奥には空とといいう状態がちゃんと控えているのだとということをこを、れれは信じなければならないで。それを信じることのできる人がこの般若信仰によって強く支えられながら生きていくことができるとこういうふうになるわけなんですね。ですからこれはここでそれぞれの人たちの状況や心持ちによってあごんで生きるのか般若信仰で生きるのかこれは人それぞれということになります。 あるいはその人の生きてきた人生の背負った背景とかね状況とかそういうものがその人の道を決めていくということになります。よろしいですか自然科学じゃありませんからどっちかが正しければどっちかが間違っているという話では絶対にありませんのでここのところをくれぐれもあの留意しておいていただきたいと思います。 どっちかが正しくてどっちかが間違っているということになるとたちまちにしてそこにはもう宗教的闘争心が現れてくるということになるんですね。それが多くの人を不幸にしてきたという歴史的事実も、えー、私たちは知っておかねばならないと思います。もうちょっとだけお話をいたします。そうしますと ここで気がつくことは般若信仰のようないわゆる大乗仏教の,その中へ踏み込んでいきますとそこには必ず神秘性に対する信仰というものが登場してきますで般若信仰般若教の場合にはこれは空という超越的真理の存在をおー、まあ、信仰するということになるわけなんですがこれがさらに大乗仏教が時代を経て進んでいきますと。 この信仰の対象は次第に肥大化していきまして、えー、外側に不思議な仏がおられるとか外側に不思議なパワーがあるとかあるいはもっと最終的には全宇宙が全て仏の中に抱き込まれているというようなそういった非常に神秘的な世界観が強く打ち出されるようになってきます。そういうい意味では、お、えー、お釈迦様がが考えておられた仏教が次第に、 その神秘性を帯びる、そしてその神秘を信仰するということによって救いを求めるというまあ言ってみれば一番オーソドックスな形の仏教へと次第に仏教が変容していったんだとこの歴史的なそのプロセスをいつも念頭に置いてくださいそうしないとねさっきも言いましたように歴史性を見間違ってしまうんですね。で最後ちょっとだけ申し上げます。 神秘性ととと共に生きるということの意味なんですね。お釈迦様の仏教釈迦の仏教本来の阿言教が説くような仏教では外部の神秘的要素つまり外側にいて我々を救済してくれる不思議なパワーというようなものを基本的には排除しております。これはもう阿教を見れば分かりますわね。しかしねだからといって当時のお釈迦様の仏教のその頃のインドの人たちが皆な神秘性のない 合理性だけで仏教が説くようなあの知恵の力だけで生きる世界でインドの人たちが生きていたなんてことは絶対ありえないそんなことは絶対ないもうむしろ今の我々よりも我々よりもはるかに神秘性の強い世界もっと言うと名神だらけけの世界ででいたわけですじゃあこ,れをこの2つはどう折り合いつけてたのかと言いますと実を言いますと。 えー、仏教がですねそういう神秘性を排除した分だけ他の他の世界がその神秘性をあの保証してたんです例えば何があるかっていうと仏教のお坊さんは迷信ごとには一切関わらないということになっていましたがその迷信事を行う他の専門の世界がちゃんとあったわけです。例えば星占いいのの人ととかか悪魔払いの専門家とか そういう社会があって、神秘性と合理性の仏教というものが。まあ、棲み分けをしていたと。いうふうに見るべきなんですね。これは今のスリランカや東南アジアも同じであります。ずっと続いてきています。あの仏教が神秘性を排除し、合理性を重視する分だけ。その神秘性を、まあ、引き受ける世界が。 今もあるんですねだから水難かなんかでは今でも星占いというのは何より大切な人間の,その生きる指針になりますし悪魔払いな狐つきみたいなねそういうものをエクソシストですねそういう世界もちゃんとあるわけです。で一方般若心仰のように大乗仏教の世界になりますと実はそういう神秘性を仏教も引き受けるようになっていくわけなんですね。だから金備えてくるわけです 分,分業であったものが仏教大乗仏教という世界の中で神秘性も引き受けて両面兼ね備えた宗教として人々を、ままあ、あの丸ごと引き受けるようになるこういう意味で大乗仏教が汎用性を持つつまりあの一般の人々にも受け止められて受け入れられていくというそういうあの側面が出てくるということなんですね。ですからこれあの カチッと分けててしまってねもうあのどっちか一つつまり神秘性を排除するのが正しいんだいや神秘性も大事だってこうそういうわけじゃなくてあのずっと時代を通じて人々は皆あの,地の世界も神秘の世界も両方求めていたんだということも理解していただきたいと思います。そういうことを知った上でですね今の我々は今の私がですね今の私はどちらの道を行くんだと。 これは人それぞれです。人がそれぞれぞに選んでいく道なんだというふうに理解をしていただきたいと思います。まあ、今回はその「阿言の世界」と般若「般若教」的な「空」の世界とで生きるということの違いについてまあほに簡単ですけどもご紹介をいたしました。じゃあ今日はこれで終わります。ごきげんよう。